始めます。お願いします。じゃんけんで先攻後攻決めてください。頭蹴る全部いいよ。さっきでね、じゃんけん、はい、こうでしょ。どっち行こうか。先攻が有利ですよ。じゃあ、心なしか翔ちゃんを応援してしまう。そうやった。翔ちゃんのコートに助けられてるんです。でも今は敵。今は敵だ。神山隆一は飛んでくるぞ。この視聴率、一人目キック。高校時代にこの男に得点を決められ決勝戦で負けた。その因縁の 対決が仲間にいる山形恭平。1本目神山隆一を見て、大きいでしょ。大きい。大きい。行くぞ。さあ、二人目はディエゴ加藤マラドーナ。ディエゴ。ディエゴ。シーン、難しい。そんなくれないかい。くれないんだよ、そんな簡単には。さあ太もも、この太ももを見てほしい。し自分でホイッスルを鳴らして自分でゴールを決めに行く。行くぞ。四つ角に当てる技術の方がすごい。わかる？これ自分で解説するのあれなんだけどさ、同点にした方が面白いでしょ。でもあそこに当てに行くってすごいだろって思っててください。反省なんでコートは来ません。さあ梅ちゃん、さあどうなる。今同点。梅ちゃん、ゲロー。あー決めた。神山隆一なんです。もう俺は大丈夫やから大丈夫やからごめんね神山君、僕のせいでプレッシャーかけちゃってほらね、仲間だから。さあどうする。ゴール。この冷静さ。ゴールキーパーなのにこの冷静さ。惜しかった。うんぱだって体小さくたってできるんだ。さあ行くぞ。
こうときます。鼻水が止まりません。あるよこれ。さあどのようになる。頑張って。めっちゃ緊張してる。ゴール。めちゃめちゃ緊張してるじゃないですか。さあ続いてラスト巻き引かが来た。さあこの戦い面白いの巻き引か対神山隆一。目を見つめ合ってるわけじゃない、戦ってるんだ。さあ目を見合ってどうなる。ああ、出たー。神山隆一もうわーっと動く。さあ続いて山形選手、山形恭平の弟。止めたら勝ち。ノルさん、初めて来る。ノルさん、さあ行きます。中真ん中や、当てに来てるこの人。ゴール当てに行ってた。当てに行ってた。さあこれは今同点なんで2周目に、はい、サドンデスが2周目に入ります。危ない危ない、なんかやってる多分。さあ続いて先攻翔ちゃん、2周目に入ります。1巡目に戻ってここからはサドンデス外して決められたら終わり、もう外せない。2回目あるな。2回目あるかという声。1本目止められている。この勝負どうなる。同じコースか。いや今度は決めてきた翔ちゃん、このガッツポーズ。さあ続いて山形恭平、マイケルジャストなかった今。2周目。あるよこれ。さあマキちゃん飛ぼうか。ゴールキーパーマキヒカ、どうなる。ゴール軽々と決める。この冷静さ、YouTuber 相手になって冷静に決める。さあ続いて拓也、拓也が外したら次はディエゴ加藤マラドーナ。状況を作っていく MC だって悲喜があってしょうがない。しょうがない。いきます。状況ができてたのに、これ外したら負けだもんね。ねえ、ディエゴ加藤マラドーナここで外しちゃダメなんだよね。まだみんな見たいもんね。外していいよ。ディエゴ一回外してるよ。一回外してるね。いやー来るなー。さっきのこと謝りたい。さあディエゴ加藤マラドーナ行きます。意外と緊張しい梅ちゃん。さあ先攻の YouTuber チーム、ママ梅ちゃん、うわー触ってるただゴール。さあプレッシャーがかかる。続いて元プロサッカー選手チーム高校。さあ神山隆一自ら、やばい、先ほどはゴールキーパーと思わぬ冷静なゴール。さあゴールキーパーは翔ちゃん。うわー、逆だった、悔しい。さあウンパ来た。
外したらもう決まってしまうかもしれないです。あ、ちょっと置くところが前やな。あ、前出てる。あ、ちょっとこれ。あ、これちょっと見ますね。あ、前です、前です。出てるじゃん、出てるじゃん。レフェリー落ち着いてた。レフェリー落ち着いてた。はい、もう一回やります。もう一回やるんじゃない？あ、出てる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 。いいじゃないの。いいじゃないの。思いっきり分かってたで。ありがとうございます。さあ、ウンパルンパ決めれるのか。さあ、ユウ頼むぞと。さあ、行くぞ。CM だよな今のな。 CM 分け入ってるんだよ。さあ、キッカー巻き引か、もう一回ぶっこもうか。さあ、ボールを置いて、この視聴率どうする。あのコースを決めてくるのかと。さあ、ゴールキーパー梅ちゃん。さあ、キッカーは山形達。頭狙ってくるよ。怖い。さっきもあった。外したら負けてしまうぞ。ゴール。まだまだ続きます。3周目に入ります。また1人目。さあ、この決勝戦、もうどっちが勝つのか気になって仕方ない。さあ、1巡目に戻った翔ちゃん。